とけばよかったな。こんばんは、ゆみりんが18時55分をお知らせします。ん ?17 時 ?18 時18時55分をお知らせします。そう、もう少しで19時です。もう大阪入り、あ、と言いますか、今日がですね、私大阪でソロイベントがあったのです。はい、でした。今日はですね、大阪の某所で大阪の某所で7枚目のソロイベントをさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんです。詳しくはツイッターにも書いてるんですけど、はい、今回はデジタルサックスでの演奏をさせていただきました。塔の上のラプンツェルの輝く未来とアラジンのアホニューワールド演奏しました。カラオケ音源に乗せて伴奏付きだから、伴奏付きでの演奏でした。あ、ツイッター見たよ、ありがとう。そうなんですよ、うん、約30分ぐらいのイベントかなでした。はい、あ、音符読めるだけで尊敬、ありがとうございます。今回のこの2曲はね、楽譜があったっていうより自分で聴いて、聞いてこんな感じかなみたいな感じでの演奏でした。そう、デジタルサックス珍しいね。そうなんですよ、これもともと青ひまわりの時にみんな、なんだろうな、そう、そう、あかりんだったらそのキーボードとか、うん、ドラム、電子ドラムとかを提供いただいたときに、私はその電子サックスを、そう、提供していただいたんですけど、そう、なんかちょっと不具合もろもろでなかなか使用ができなくって、先日やっと帰ってきたっていうか、帰ってきたのではい、だから今日のソロイベントで初披露でした、デジタルサックスの。なんかそう、私ソロイベント何しようかなって思った時に、なんか歌うとかだったら、そのなんかゾアさん歌うとかだったら、なんか多分みんな歌う、ゾアさん歌うだろうなって思ってるだろうし、なんかサックス演奏するってなってもサックス演奏するだろうなってみんな思ってるのかなって思って、なんか滝野はこれするだろうとか、なんかこれだろうみたいな感じで、なんかきっとみんな思ってるんだろうなって、そうやって思われててやっぱりなって後から言われるのが好きじゃないのでなんかそう、何しようかなって思った時に、あ、みんなサックスの演奏までは予想してるだろうけど、
デジタルサックスなんて絶対誰も予想してないだろうなって、わかんない、まあ、予想してた方はあやっぱりなって多分思ってるかもしれないけどはい、でした。あるのかな。あー今のところは今のところはなさそうですよね。うん、どうなんですかね、後々発表されることがあるかもしれませんが今のところはないです。うん、デジタルサックスは普通に息吹かないと音出ないんだけど、その息を感知して音が出るっていうか、音量とかもだから息ふわーって吹いたらサックスって本物のサックスってふわーっていっぱい息吹くほど音が大きくなるんですけど、でちょっとでちょっとしか吹かなかったらちっちゃい音しか出ないんですけど、そんな息の量まで感知してくれてて、私がちょっとしかふって吹かなかったらちっちゃい音しか出ないし、大きくわーって吹いたら大きい音が出ます。あとは音色とかも変えることができて、ボタン一つでポチポチポチって感じです。そうだから押すだけで音が鳴るみたいなものとはまたちょっと違うんですよ。うん、って感じですね。ちゃんと吹かないと、ちゃんと吹かないと音が鳴らないです。ゆなゆなフルートしたの？すごい。アルトのみ、あ、うん、アルト、ソプラノ、テナー、バリトン全部変えれるし、あとはその中でも音色が変えれたりとか、あとはサックス以外の音色とかにもできます。うんうん、形はソプラノサックスみたいな形です。まっすぐな感じで、ちょっと一番ソプラノサックスに近い形ですね。そうなんです、吹きやすさの違いとか、まあ私は普段のやつの方が慣れてるので、なんだろうな、慣れてる、そうやってそっちの方が慣れてる方の方がなんだろうな、簡単は分かんないけど、慣れるともっと自分のものにできるかもって感じ。私あんまりそうあんまり一緒にいる期間がなかったので、ちょっとまだ探り探りな部分があるんですけど、でもうんうん、普通に、普通にサックス吹ける人だったら全然吹けるかなって感じですね。はい、本当はなんか見せたかったりもしたんだけど、
私この携帯の充電をですね全然してなくって今ここから動けないんですよ。本当はベッドのヘリとかにベッドのヘリとかに置いてとかやりたかったんですけど、もうこの場所から動けなくって。私マウスピースにリードついてるの、あ、ついてますついてます。そうそうそう、逆にリードないと、なんかリードで振動してるわけではないんだけど、リードないとならないです。リードは全然普段自分が使ってるやつでもいいんだけど、私は普通のいつも使ってるリードの種類じゃなくって、なんて言ったらいいんだろうな、なんかプラスチック製のリードとかがあるんですよ。そういうのを使ってます、デジタルの時は。でした。やっぱりクローズドなイベント、もちろんなんかもっとね、いろんな方、今回来てない方とか見たかったなって方いっぱいいると思うんですけど、なんかまたこう配信とかなくって、本当に来た人だけで、しかもそこまで人数もいなくってみたいなイベントって、なんかいいなってそういうのも素敵だなって思いました。今日もう何でもできちゃうじゃないですか。だから応援してます、ありがとうございます、嬉しいね。そういいよね、やっぱり。そう、配信とかがあった方がこうどこにいるファンの皆さんもね、見ることができるから、それもそれでまたいいんだけど、こう形に残らないイベントっていうのもまたいいですよね。もうそれっきりみたいな感じの、それだからこそみたいな感じのものがあっていいですよね。今日土曜日なのか。土曜日でした。あ、鉄オと MC レギュラーおめでとう、ありがとうございます。そうなんです、昨日発表があったんですけど、私がお正月にもう前以前にも出させてもらったんですけど、最近だとお正月に出させてもらった NHK の鉄オと、そういうもう本当にがっつりの鉄道のラジオがあるんですけど、それの4月から、はい、MC メンバーとしてレギュラーで出させていただくことになりました。おめでとう、ありがとうございます。そうなんですよ、ありがとうございます。なんかすごく MC ってことは毎週出るんですかねなんかこっちが聞きたいわだと思うんですけど、皆さん、そう、それでなりましたっていうことと、あと多分私知らない方いっぱいいると思うので、ラジオ聞いてる方もなんかそういう方向けにツイートができたらいいなって思ってたんですけど、なかなか今写真を選んでましてやっぱりツイートするんだったら鉄道の写真と一緒にレギュラーになりましたって言いたいから、そうなの。なのでちょっとすみません、まだ今日もツイートができてなくって、でももしツイートするよってなった時はみんなおめでとうとか、あとは拡散とかしてもらえるととっても嬉しいです。あとはもともと聞いてた方とかはその4月から曜日と時間が変更になるので、はい、要注意です。私も実は昨日知って
そうなんです。前々から聞いてたわけじゃなくて、昨日私も知ったので、もうほぼほぼ多分皆さんと同じぐらいのタイミングですかね。に聞きました。ツイッターフォローしておかないと。あ、ぜひよろしくお願いします。あんまりツイート頻度はめちゃくちゃあるわけじゃないんですけど、毎日ツイートできたらいいなっていう感じで頑張ってます。昨晩発表でしたね。でしたね。嬉しいですね。とう私もびっくりしました。そんなこんなでですね。そんなこんなですね。あ、もうどの携帯も充電がなくって、もう今充電難民 もう一生ここから動けないんだろうなって思って。私の大好きなモチプヨを買ってきたんですけど、片手だから開けられないし、飲み物も飲めないし、ちょっとでも私は配信を始める前に19%だったんですよ、携帯が。で、配信しながらモバイルバッテリーも今充電してて なのでモバイルバッテリーもう少ししたらちゃんと置ける場所に移動して、モバイルバッテリーもつなぎつつ、あとはこの携帯も多分ね、私の予想だと今25%とかになってそうです。わかんないけど 25%とかかな。そして30%パーぐらいまではここにいたいなって思うんですけど、そう、これ配信してるとね、配信してる側は今何時っていうのと、あと今何パーっていうのがわからないんですよ。だからね、ちょっとどうなんでしょう どうなんだろう、って感じ。まあでも配信始める前が19%だったので、多分20%はあるんじゃないかなって思います。ねえ、イベントしてる間とかに 充電してたらよかったんですけど、ごめんなさい。そう、この携帯は割といつも使ってるやつじゃなくって、 Wi-Fi つながないと使えない携帯なので、そうなの、なんか毎晩充電しててとかじゃなくって、配信の時しか使わないので、あんまりそこまでこう充電を気にしないんですよね。こう充電がないと配信の時しか困らないので、そうで今困ってるっていうことなんですけど あんまり充電しながら携帯使うのって良くないって言いますよね。私も新しい携帯に変えた時にすごく気をつけてます。でもなんか使ってたらどんどん、もうそんなこと言ってたらね、もう携帯の充電がみたいな感じになっちゃって、結局充電しながら携帯触っちゃうんですけど、本当はね、そう、本当は充電してる時って携帯触らない方がいいんですよね。延長コードとかがね、あったらいいんですけどね。どうなんでしょう。バッテリー弱るよね。そうなんですよ。だから今絶賛弱ってます。
串揚げは食べたんですか。そう、大阪に来て、でもさっきコンビニに行ったんですけど、普通にコンビニのご飯を買いました大阪に来たから。でも私はちょっとだけ明日のリアルの話し会でちょっと差し入れとかでたこ焼きがないかなってちょっとだけ期待してます。ちょっとだけ、やっぱり大阪に来るとたこ焼きが食べたいですよね。いやー、あったらいいな。でもなんか、でもキングレコードさんって優しいので優しいので、あったらいいなーって。キングレコードさんがたこ焼きを差し入れしてくれたら嬉しいなーって思うし、まあ知ってのスタッフさんも優しい方たくさんいるので、明日たこ焼きが食べられたらいいなって思います。あんまりそう、なんか私も今そうなんだけど、実際っていうのもやだって、その行った先々であんまり夜ご飯をそのふわっていろんなところに行くとかなくて、みんなコンビニとかなので、夜ご飯が明日のお昼ご飯くらいはなんか、ね、あったら嬉しいです。とっても本当に嬉しいな。でもそんな感じなので、ぜひ皆さん明日来てくださる方とか、明日来てから大阪じゃない方とか、大阪来てこれ食べたよとかあったら、ぜひお話に詰まることがあったら教えてください。ねえ、きっと明日大阪のリアルお話し会のために大阪来てくださるか、もうもちろんね、今日からスペイビでいるって方もいると思うんですけど、はい、ね、ST のために大阪に行くよって方、遠征するよって方いると思うので、遠征楽しんでください。そしてお互いね、手洗いうがいをしっかりしましょう、ね、ですね。どうだろう、溜まったかな。でもね、まだモバイルバッテリーも溜まってないみたいです。モバイルバッテリー、配信始めて30分経つってことは30分充電してるってことですよね30分充電してたらなんか、30分充電してたらちょっと充電も溜まってそうな気がしますが、どうでしょうか。茶色に合うね。確かにこれちょっと茶色に見えるかもしれない。でもこれ実はちょっと本当の色はですね、紫っぽい色なんですよ。でも確かに茶色って言われたら茶色っぽい、こういうのありますよね。あのなんか金に見えるか白に見えるかとかのワンピースみたいなありますよね。人間の目って不思議ですね。不思議。人間に見えてない色とかあるって言いますよね。不思議。
私は何でした？お弁当でした。普通に普通のって、まあ普通に美味しいお弁当だったんですけど、美味しいお弁当でした。あと楽屋が今日すっごく狭くて、ここのホテルの部屋分ぐらいしかないところにメンバー、今日のスペイビアのメンバーみんないたので、ちょっと狭かったですね。だからあんまりお昼ご飯も全然机の上に置いてくれてたんだけど、あのお弁当があるのも途中まで知らなかったです。でした。ねえ、まあでも今日はそんなにメンバーも多くなかったので良きですね。良きです、良きです。止まっただろうか充電は。ちょっと喉が渇いてしまって両手を離したいんですが、私はいけると思いますか？どうだろう。あ、でもモバイルバッテリーが今4分の1溜まってます。でも4分の1って電サックスのメーカーさん、ああ内緒、全然なんかさっきも言ったけど、ヤマハさん、あ、言ってないか、私さっきも言ったけど、そう言ってないかったかもしれない、ヤマハさんが提供してくださったやつです。なんか他のクカちゃんのドラムとか、そう、カリのピアノとかと一緒にヤマハさんが、はい、青いひまわりに提供してくださったやつです。デジタルサックスって言います。すごく素敵な、割と本当のサックスに近いので、まあサックスが吹けないと難しいかもぐらい結構本格的な、でたかが電子されども電子っていうか、電子だってそう侮ってはいけない。フェスの仕事は、あ、今日はね、大阪でね、ソロイベントだったんですよ、私。ね、東京でやってますよね、今日も。フェスのイベント。ね。でも、そう、ありがたいことに3月ももう、お休みの日がないです、私。ありがたい、ありがたいです。そうなの、嬉しいね。4月からはラジオも始まるし、いろいろ皆さんいろんな報告っていうかなんだろう、解禁、活動の解禁がいっぱいあると思います。私が毎日何してるんだろうって思ってる方は、そう、このお仕事の解禁はいつなんだろうと思って毎日ワクワクしててください。そう、なかなかね、今日これやってたよって言えないね、お仕事が多くって、今日とかはね全然スペイベでしたって言えるし、明日もね、あのリアル話し会ですって言えるんだけどね。あー、でもね、来週あれがあれでね、あれなのよ。来週はもちろんなーちゃんのね、あのコンサートが近いから、それのリハとかもあるんだけど、その合間に、そう、来週あれがあって、あれぶりのあれなんですよ。すごくない？ね、いや、あれはね、いや、あれはいつのやつなんだろう。
あれはいつの解禁なんだろうな。いつ解禁なんだろう。どこに書いてたっけな。ああ書いてないわ。この日にしますしか書いてないから、それかそれの解禁。そう、え、これいつのやつなんだろう。来週とかかな、再来週かな、来週かな、多分生ではないから。え、そう、こんな感じでさ、私だからさ、あのハワイのやつもさ、あのこれは解禁いつなんだろう、まあ生じゃないしなって思ってたら生放送だったのびっくりした私あれ生配信じゃないと思ってて、そう、あのそれ自体がこの日にありますっていうのは知ってたんですよ。あのこの日に収録っていうか、そう、まあこの日にありますみたいな感じで。そしたら、あ、情報解禁されたと思ったら生配信だったんです。私はそう、あの福島にいつ行ってるかみんなにバレないようにしないとって思ってた。なんかそういうのってあんまりね、私がいつさ行ってたとかってあんまりなんかそう、みんな探しちゃうかなと思って、みんなバレないように、みんなにバレないように行かなきゃって思ってたんだけど、うんあれめっちゃ面白かった、本当にありがとうございます。でもすごく楽しかったです。うんうん、ね、告知が前日だったのにみんな配信見てくれてありがとう。生配信って生配信でどうやるんやって思ったけど、すごいスタッフさんとかカメラマンさんとかがすごく頑張ってくださって、すっごい生配信でした。すごいよね。さて30分経ったので、壁際にってここも壁際なんだけど、あの携帯が置ける場所にちょっとチャレンジしてみようと思います。頑張って、ちょっとみんな一回私の手相タイム。じゃん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 。あ、なんかすごいもわってしちゃうすごくもわってしちゃう。なんかどうしよう、もわってしちゃう、どうしたらいいのかな。あ、でもなんかいっか、ちょっと下に白いのが見えてごめんなさい。でもなんとか両手が空きましたやったこれでこれで喉が桃のようなのが、はぁ、あとあの時あのアイス新作、一昨日ぐらいに出た新作を買ったんですよ。
アイスほうじ茶ラテ、一昨日ぐらいに新作が出て、それをですねゲットしました。マネージャーさんがもう飲んだって言って、思ったより甘いからそんなに砂糖入れなくていいよって言ってたんですけど、2個、まずは2個入れてみよう。まずは2個、あーなんか、うん、うん、お砂糖入れない方が良かったかも、これなんかこれお砂糖入れない方が良かったかも。なんかお茶にお砂糖入れちゃったって感じの感じ。まあでも美味しいです、美味しい。そうだよね、ほうじ茶って言ってるからほうじ茶って言ってるからそうなんですけど、あとは揚げ物食べたいと思います。揚げ物です。揚げ物最高。ちょっと冷めちゃってるんですけど、外がサクサクで中がジューシーでとっても美味しいです。通天閣とか近いのかな。大阪城とか近いのかな。大阪城と通天閣は近いですか。ゆみこと福福はもぐもぐ配信おめ確かに赤にも食べてるイメージ。さっき配信を予約しようと思ってショールームヘッド、マヒナが配信してて、マヒナが虫と戦ってました。虫と戦ってた。森の宮から近いです。そうなの。でも私森の宮がどこにあるかがわからないから、ごめんね。そうなんだしか言えない
大阪城と、え、ちょっと誰か答えて、大阪城と通天閣は、あ、遠いのか、近くはない、うーん、そうなのか、へえ、ね、なんか名前は知ってるけど、こうどこにあるのって言われるとちょっとわからないですね。いつもあの駅からみんなで、そうバスとかでもうそのまま行っちゃうので、NMB さんの劇場から通天閣って近い？近そう。私の予想近い。あ、歩ける。近い。比較的近い。おお。一回もう何でもない時、何でもない人の時に、何でもない人、小学生の時かな、あのそこら辺を歩いて、あ、ナンバーグランド歌劇だって言ってたら、そう、そのめっちゃ近くに NMB さんの劇場があって、そう、あ、すごい、劇場って書いてるって思った記憶がある。その時に、でも私その時にもし当日券とかがあったら、なんか全然分かんなかったけど行ってたかもしれない。今なら見れますよとか、なんか当日受付とかあったら行ってたかも。だってそのナンバーグランド歌劇も、あの当日券とかあるじゃないですか。でも私はちょっと時間的に見れなかったから見なかったんですけど、なんかね、だから STU もさ、当日券とかあったらフラってきて、あ、 STU の劇場なんだ、いや、まあ、ここにあるんだし、なんか曲知らないけど行ってみようかなっていう人がねいるかもしれない。私みたいになんかそのたまたま行ってみて、その私はまだその時、本当に NMB さんはもちろん存じてたのですが、そのなんか何の劇場公演をしてるかとかももちろん知らなかったし、あの、まあ、メンバーさんを全員知ってたわけじゃないので、それでもなんかもし当日券があって見れますってなったら、なんかちょっと見てみたいなってなってたかもしれない。そんな無知な人でも、だから他の方もきっとそうなのかなって思います。卵
半熟のやつを買いました。ごちそうさまでした。卵って電子レンジに入れると爆発するじゃないですか。でも茹でたら爆発しないじゃないですか。不思議。やったことある。いや、もう爆発するものだと思ってて、卵はもう。だから、あの、茹でもできない。爆発しそうで。もう何でも爆発すると思ってるから、私。でも爆発する。皆さんの電子レンジって、あ、いい電子レンジっていくらぐらいですか？ちゃんとした電子レンジ、一般的に言ういい電子レンジって、うん、中の上、上じゃなくって中の上っていくらぐらいですか？電子レンジって上は多分もう上もうキリがないから、中の上、上じゃなくって中の上。あ、オーブンがあるかないかで違う。確かに。え、オーブンあり。オーブンありで。え、じゃあ逆に皆さんってオーブン機能ありのやつ使ってますか？そしていくらですか？あり、いくら。なし、いくら。みたいな感じで。皆さんの電子レンジにオーブン機能はありますか？そしていくらですか？いくらのやつ使ってますか、皆さん？オーブンなし1万、あり2万ちょっと、あり3万、うーん、あり1万、ない1万、あり6万、10万、なし4万、なし1万8000、なし1万5000、
なし3万あり3万なしあり5万あり6万なし4万あり2万しないぐらいなし2万ある5万あり5万。ほーん、そっか。いや私一応たまになんかクッキーとか作りたいなって思うんですよってなるとなんかオーブンあった方がいいし、一応私もあのお料理するかしないかで言われるとするので、ってなるとオーブン機能あった方がより料理の幅が広がるんですよね。そうドリアとか作りたい、グラタンとか作りたいってなった時に、そううちオーブンないからできないなってなるです。うん、あり10万。でもやっぱりそっか、なんかもう何年も使うと仮定して1回10万ぐらいのもう買うっていう手もありよりのありきりだよね。見て私の手。うーん、あとは私の電子レンジは結構そんなにお値段がするやつじゃないので、あの何分って打つんじゃなくって、あのくるって回すやつで終わったチンっていうやつなんですけど、じゃなくって、あとなんか回らないやつ、なんかいい電子レンジって回んなくないですか。うち回るんですけど、いい電子レンジって回らないイメージだから回らないのが、回らなくってあのちゃんとなんか押すやつがいい、ボタンで。を考えてます、考えてます本当はあの七並べの時に電子レンジって書こうと思ったんですけど、そのいくらぐらいの持ち運べる家電っていうその中で何がいいですかっていうので、そのこう質問っていうかアンケートをいただいたので、電子レンジって持ち運べる家電ではないなって思ったのと、あとはそのお値段よりも私はもうちょっともうちょっとするやつが欲しくってだからあのそうなの、ドライヤーもらってたやつ、いやいや、これはですねあの私がハワイアンズに行ってた時のやつで、そうもらえたのは私だけでした。私が皆さんのおかげで優勝したので。あ、使ってますよ、そういえば。ヘッドセットじゃないですか、シャワーヘッド使ってます。めちゃくちゃいいです。あれなんか CM でよくここにマッキリビッてやって、そのなんか水で落ちるみたいなやつやってるから、今度ショールームで手にマッキーで落書きして、お風呂場でシャワーで流してみようかな。うん、あれ塩素をカットするやつがついてて、そうなんです。だからすごく優しい感じの。どうです、髪もツヤツヤじゃないですか、気持ちいい。うん、さすがにちょっと顔にしちゃうとあれなので、ちょっと手にこの辺にやって、ね、よく CM でやるよね。そうよく CM で見ます。うん。
基本ツルツルなので、ありがとう。髪の毛も綺麗です、優しい、ありがとう。実際うちなんか気になります。そうだよね、気になります。私もそういえばあんまりシャワーを直接顔に当てるっていうことがなくって、あんまりそういう摩擦って良くないじゃないですか。良くないんですよ。シャワーをお肌に直接当たるだけでもう摩擦がすごくって、あの肌荒れの原因になったりとか、お肌の乾燥の原因になったりとかするので、絶対洗顔の時は手ですくって洗ってるので。最近ね、なんかコットンティッシュっていうか、なんかコットンだけど、コットンと、あ、この前見せたよね、ショールームでやったわ、家で、あのなんかティッシュだけどティッシュじゃないみたいな感じでやってたやつ。そう、あれもあの洗顔の後にそのタオルで拭くのもお肌に良くないみたいなので、それを、それでなんかお肌が綺麗な人はティッシュオフしてるとか、洗顔の後はって言ってて、ティッシュだとあのなんかすぐいっぱい使うし、あとその破けちゃうしゴミいっぱいになるなと思って、あれだったら割としっかりしたやつなので、こうやった後になんかその辺拭いてとか、なんか掃除してから捨てられるじゃないですか。それってなんか一石二鳥なのと、あとはその時に私は同時にお掃除をするっていうめんどくさい儀式までして、一石三鳥なんですよ。だからなんか洗顔って毎日するじゃないですか。ってことは私はこれから毎日掃除をすることになるのかなって思って、よっしゃーってなりました。思いっきり顔にシャワー当ててます。あー、あんまり良くないですよ、あんまりお肌に良くない、お肌カサカサしちゃいますよ。そう、なんかお肌の一番の天敵は摩擦らしくって、はい、だから洗顔とかもあんまりゴシゴシしちゃいけないっていうのも、その摩擦が良くない感じらしいです。よいしょよいしょよいしょ、あ、ワンピースこんな感じです。私かわいいです、かわいいです。あ、もう8時になるのか、あっという間だな。ここに入れてる、ああこれはねコンビニで買ったやつなので氷が入ってます。この前一昨日ぐらいに新発売したアイスほうじ茶ラテです。もともとホットはもともとあったんですよね。うん、確かにホットのほうじ茶ラテにお砂糖入れたことないわ。やっぱりお砂糖って入れないやつなんだ。すごい、私服着てなさそう。どう？服着てなさそう。私は自分で服着てなさそうって何？服着てますよ。
ワンちゃんはそばにいないの。元気かな。あ、元気だと思います。ワンちゃんはね、山口の実家にいるんですよ。だから私ももうお正月から会えてなくって、全然意外とね、結構忙しくって、もう半月じゃない、半日とかでもお家帰ってたりしたんだけど、最近なかなかそんなこともいかずね、こうやっていたらね、今からちょっとね、もう例えば今日もさ、もう7時にはホテルに着いてたわけじゃないですか。ってことはもう私7時から、これが広島だったら、あ、7時に終わったから明日の朝一で仕事だけど、今から帰って朝一の始発で帰ってきたら間に合うからみたいな感じで帰ってたんですけど、まなかなか、ここ大阪だからさすがに始発で来ても多分間に合わないです、集合時間に。うん、なので、そう、残念。そんな感じ。だいたい最近ね、結構朝が早くって、なので朝が早いと始発で帰ってきても間に合わないんですよ。広島と山口って近いの？そう、近いし遠いしって感じですね。近いし遠いし、うん、そう、朝がそんなに早くなかったらもう終電とか最終の新幹線で実家に帰ってとかできるんですけど、なかなか長期の休みはないもの。あー、長期の休みはでも毎年っていうか、もう ST 入ってからはもう3日4日休みっていうのはお正月しかないですね。でもそれはもうその時からそうだから、あんまりなんか休みがないみたいなことはないですね。もうなんかそんなものみたいな感じだから、休みが欲しいみたいな感じにはなんかあまりならないかな。もともと、まあもちろんね、この活動も自分がしたくてしてるから、なんか仕事とはいえなんか別に、そう、別に遊びじゃないけど、なんて言ったらいいんだろうな、なんか楽しいからね、活動が。そこがなんか不思議だよね。仕事、なんか仕事って言っていいのかな。でまあ一応なんかね、お金をもらっている以上プロで仕事なの、プロであり仕事でありなのかもしれないけど、うん、まあ遊びっていうとちょっと軽い感じがするかもしれないけど、遊びではないかな。なんて言ったらいいんだろうな。やりたくてやってます。別にこの活動はなんかやめたいけどやめられないものじゃないから、そう、まあよく皆さん、ね、お仕事とか辞めたくて辞められない、それはこう会社的にとかもそうかもしれないし、辞めたとしてね、生活費とかどうしようとかなって、結局仕事大変だけど辞められない、将来のためにとかあるかもしれないけど、本当にこの仕事は、この活動は最悪辞めたかったら辞められるから。でも5年間やってるってことは、 それだけ充実したものなんでしょうね。不思議だよね。オタクがオタ活を毎日できる的な、あーそうかもしれない。もう人生の一部だよね自分の。ショールームもだって別に、別にノルマとかないし、
ね、やりたくてやってるものだから SNS とかもないですよ。そんななんか一日一投稿しなさいみたいなものないし、あのそう投稿しなさいとかもないから、本当にみんな自分のペースで自分がやりたい時にやってるから、みんなもないでしょ、そのファンとしての活動でさ、あのまあお話し会に絶対に行かないといけない、まあそれは行かないといけないけど行かないといけないけど、まあそれとは別で、もうなんか行かないと行かないと殺されるとかはないじゃないですか。うん、だからなんかね、でもお仕事ね、そのなんか皆さんのお仕事とかだったらとノルマがあったりとか、これしないといけないとかいっぱいあってね、大変だよね。楽しいから行きます、ありがとう、優しい。行かないと忘れ去られる可能性が、あーじゃあもう忘れられちゃう、あーそれはもう、じゃあ毎回来てほしいけど、意外とね、私そこが5年間活動してて思ったのが、意外と忘れないもんですよ。だからこそなんかそう、最近なんか見なくなったなみたいな方が、そのリアルお話し会とかだとなんか他の子のレーンとかが見えたりするじゃないですか。だからそういう時とかに、あの会場にいるのを見て、でも私のところに来なかったとか、他のところに並んでるとかっていう人がいたら、あのあなんかそう、あ来てたんだってなる。最近来てくれないと思ってたら、なるほど、そういう意味、そういうことかってなってる。嫉妬するとかじゃなくって、なんだろうな、そのなんか新しい節目を見つけて、でもそれでも STU にいてくれてるのは嬉しい、ありがたいな、嬉しいなっていう気持ちと、あとはなんか会えなくて寂しいなっていう感じ。私を推してくれなくなったんだ悲しいとかじゃなくって、そう会えなくて寂しい。全然推さなくていいけど、なんかそう、寂しい。ユミの券が取れなかった、あ私の券は全然全部完売とかじゃないので、普通に取れますよ。ぜひ、少し行けてないと久しぶりと言われました、ユミに。そうなんか、私が久しぶりって言ったら、え2ヶ月前に会ったじゃん、来たじゃんとか言われるけど、でもなんか先週のお話し会もいなかったし、その前のお話し会もいなかったしってなると、なんかもうやっと来てくれたって感じになっちゃうの、私は。そうだからね、そう嬉しい。1ヶ月ぶりとかでも、その1ヶ月いろんなことをしててようやく会えたって感じだから、久しぶりだなって思う。意外とそう、自分は奪えられてないだろうなっていう方でも結構覚えてるし、うん、覚えてる。だからみんな元気かなって思ってる、まあ、元気ならで全然、元気が一番だから。新しい推し面をね、悲しませないでやっぱり推してください、うん、でも卒業コンサートとかは来てねって思っちゃう、この推しメンとして。皆さんは過去の推しメンの卒業コンサートって行きます？その時の推しメンの、もうその時に新しい推しメンがいるから、別にもう推しじゃないし行かない。
あー、場合による。あ、行けたら行く的な。あ、なるほどね。当たれば行きます。あー、今の推しがいればいつもでは。あ、確かにその同じグループで新しい推しがいたら確かにそれは行きますね。うん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 。もう卒業までは教えしたことない。おお、いいやつやん。一途で素敵。そっか。まあ、確かに同じグループ内でその新しい推しができた時は新しい推し見に行きますよね、コンサート。うーん、確かに。あ、まだ卒業はしないですよ私。はい、まだ卒業はしてないです。元気です。何の流れから聞いたんだっけ。あ、そう、あのなんかお話し会で、あ、そのリアルお話し会とか握手会とかで過去をしてくれてた人を見つけた時っていう話からのただの流れです。ただの流れでした。考えてるのか。あー、それはそれ言うとほぼほぼのメンバーがなんかそういうのって考えること多いと思いますよ。それはきっとなんか、うん、きっとそれは誰しもがずっといるわけじゃないから、なんか そういうのの隣り合わせとで活動してる人が多いんじゃないですか。まあ一概には言えませんけど、だからこそなんかもっと頑張ってほしい人にはもっともっとなんか応援してほしいし、そうだよ、応援してくれなくなっちゃったら自分って必要ないんだってみんな思っちゃう。私だけじゃなくって、だからみんなね、みんなそのそう一瞬一瞬を大切にしようね、お互い。そうなの、めちゃめちゃ話に3個戻るけど、そうなの、私3月にお休みがないのでちょっとあんまりなんか3月もめちゃくちゃ配信が毎日できるっていうわけじゃないかもしれないので、みんな寂しくなったらごめんね。え、休みなし。あ、でも全然そんなことは、なんだろう、そう、もう滝の通の方は滝の通の方は多分日常茶飯事だと思うので、
あ、寂しくなったら弓手見とく。確かに皆さん寂しくなったらじゃあ弓天でも見といてください。弓天、私もちょっと弓天見よう。あ、すごい、ちょうど9万回再生。ちょっとスクショしちゃこう。スクショした。一度見るとゴールドパーしちゃう。ありがとう。毎日見てるの。ありがとう。だからこんなに伸びてるの。再生回数が。ありがとう。私も今見た。TikTok が沼すぎて毎日永遠に見てしまう。あー。私この前お風呂でハマったな。お風呂でね1時間ぐらい見てた。でこのさ左上に出てくるさ招待特典って何、これ押してもさ不明のエラーが発生しましたしか出ないんだけどさ、これさ何、へみんなに聞く。頂点も可愛いね。頂点も可愛いね。まあ弓点頂点ってきたらまあなんかもう一個ぐらい点がねありそうな気がしますけど、どうなんですかね、どうなんでしょうね。それはあ、おぬぬめにこの間弓点出てきて言われた。すごい、あれですよね、なんかあれですよね。なんかあれですよね。あのぼーっと見るやつですよね。伏天みたいな。伏天はじめまして、私伏天で言います。名前呼んでくだ。伏天難しい。伏天難しい。だから伸びてる気がする。ありがとう。みんなが多分いっぱい見てくれて、あれっていいねとかもなんかあれなんですよね。あれなんですよね。ありがとうございます。コメントとかもありがとう。私はその TikTok に詳しいわけじゃないので、あれなんですよね。あ、東京フェス今終わった。おお、あかりんとか出てたやつか。お疲れです皆さん。あれは配信もあって、そして現地でも見れたのかな、どうなんでしょうか。あ、現地もあるんだ。あ、ニコ生で？おお、そうなんだ。STU チャンネルではなく、そのアイドルフェスのアカウントですか？あ、毎日 STU48 TikTok 見てる。ありがとう。毎日更新されるので、毎日見てください。あ、フェスのアカウントなんだ。あ、今度 STU チャンネルでなあちゃんのやつのアフタートークみたいなのありますよね。え、でなあちゃんのやつはどこで、なあちゃんのやつは STU チャンネルで見れるの？なあちゃんのやつは、なあちゃんのコンサートも STU チャンネルで見れます？私が見たのはアフタートークしか見てなくって、アフタートークニコ生ってことは本編もニコ生って思った。あ、本当だ、独占生中継が決定、公演終了後にはアフタートークもありました。アフタートークもだから、そうだ、これはコンサート
見なきゃ出るんですけど出るんですけど見なきゃ、出るんですけど見なきゃ、これは見なきゃ、うん、そっか。あ、てかそうだ、鉄夫とのツイートしよう。はい、あ、アフタートークはなーちゃん、みちゅ、サイエン、ユミリン、マイキュー、あ、もう出てるの、もう出てるの、じゃあ言っていいの、アフタートーク出まーすアフタートーク出まーす、ぜひアフタートークまで見てくださいもうなんかありがとう、私さ、みんなから言ってもらわないとさ、なんかどこまでが表に出てる情報なのかが分からなくって、私割とあんま言わないがち、言わないことが多いので、ありがとう。そう、なんかこれ決定してて、もうなんか STU ってそう、メンバーを後から出す時とかもあるじゃないですか。だからそれがあるって決定してても、そう、私が出るって公表されてない時とかが多いから、なんか私が出るって言っていいのか言って悪いのか分かんなくって、まあそれだと言わない方がいいじゃないですか、分かんない時は。だからなんか言わないことが多いんですけど、それはもう解禁されてるなら、こう解禁されてるなら OK ですね。そう、楽しみ、私出るよって思ってた、ありがとう教えてくれて。 NHK ラジオ鉄旅、音旅、出発進行、音で楽しむ鉄道旅、4月9日から新 MC として、なんて言った、これな、みんな一緒に考えよう、みんな一緒に考えて、で私、はい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 、オフィシャルホームページの文章がすごく素敵なので、でも久野さんが、久野さんがそうなの、卒業されるんだよね、久野智美さんから、久野智美さんから受け取らせていただいたバトンをしっかりと握りしめて、野月さん、土屋さんと新しい MC3 両編成を全力で頑張りますので、皆さんぜひお聞きくださいっていうのが、STU 公式で出してる文章なんですけど、めっちゃ良くないですか、素敵な告知カメントでそのまま行け、そうそうそう、なの、なんかそう、
拝借しました。でもこれをちょっと削りたいんですよ。しかも4月9日から新 MC として、なんて言ったらいい、ちょっとはい、ちょっとみんな考えて、新 MC として出向します。なんだろう、なんて言ったらいいの、なんか書けなくてもいいから、なんかうまい言い回しが、新 MC として出演、毎週出演します。なんて言ったらいいんだろう、毎週ってどこにも書いてないんだよねこれ。私毎週出るのかな。出演させていただくことになりました。番組に携わらせていただきます。いいね、出演させて。新 MC をちょっと務めさせていただきます。そして新 MC という大役を仰せつかりました。かっこいい。4月9日から新 MC を務めさせていただきます。この熊園井さんから受け取らせていただいたバトンをしっかりと握りしめっていうのを、野月さんを野月さんだけでいいかな、それともフルネームで言った方がいい。あ、電源切れちゃった。電源切れちゃった。やっぱり電源切れると思った。ちょっとこっちで、こっちでこっちで。よいしょ。ちょっと電源切れちゃった。私、皆さん、私電源が切れました。まあ電源難民なし。すみません。フルネームがいい。あ、ありがとうございます。フルネームがいい、そうですね、フルネームが、やっぱりフルネーム、まあそうですよね、人のお名前ですもんね、人のお名前。あ、 CMC としてくのさんに負けないようにテンショングリーンマックスでいきたいと。あー面白い。でも負けないように、なんだろうな、勝ち負けはやめません。でもなんだろう、くのさんに続きみたいな、くのさんに続きテンショングリーンムーバーマックスでいきたいと思います。テンションマックス時でいきたいと思います。どうですか、乗り換え違うな。そうなの、なんかちょっと皆さん、あの STU のちょっと私今充電中なので、私がベースにしてる文章は STU が出してる文章のやつをなんかオマージュさせていただこうと思ってて、そこからちょっとあの文字数を絞りたいんです、 Twitter なので。で3両編成でっていうところのうまく残しつつ、こう省略しつつでもちょっと自分のニュアンスに乗せつつっていう、難しい。かわいい、好き、ありがとう、優しいね、優しい。その可愛いとか好きとかって本当にこの活動を始めてすごく言ってもらえるようになってありがたいし嬉しいですね、うん、そう、私は多分周りの可愛いメンバーと違って、あの別に学校でも可愛いキャラでもモテるキャラでもなかったので、そう嬉しい。まだかな充電。
私2時間ぐらいやってる今。約それくらいかな。今何分ですか皆さん。うん、1時間半ちょいか。あ、金曜日なーちゃんライブ行きます。ありがとう。今日もたくさん言ってもらった。なーちゃんのライブ行きますって。今日お見送りがあったんですよ。今日に限ったことじゃないかもしれないから、みんな知ってたかもしれないけど、そう、今日ねお見送りがあったんです。しかもしっかり一人一人としっかりお話が、あの、なんだろうな、お見送りっていうよりなんかミニお話し会みたいな、ミニリアルお話し会みたいな感じで、最後話せたので、でその時にそう、あの、なーちゃんのコンサート行くよとかたくさん言ってもらって、頑張ろうってなりました。あ、1万人超えてる、ありがとうございます。そう、実はこの部屋、私まだ一人なんですけど、後々合流するんです。友達と。が、多分そろそろ帰ってくるかなって思います。友達会、なんかと、メンバーです。はい、プライベートな友達じゃなくて、あの、メンバーです。はい、そう、ほぼ友達、そう、ほぼ友達、メンバーじゃない、あ、もう、はい、がっつりメンバーです。今日のスペイビエの誰かです。前も友達ですよね。友達。そう、本当は私もあのその時間に帰ってくる予定だったんですけど、あの、そう、こうことがうまく進みまして、ことがうまく進みまして、ちょっと早く帰ってこれたんですけど、本当は私もその友達。友達と同じ時間に帰ってくる予定だったのですが、私のスケジュール見たらなんか、そう、その辺の時間だったので、もうちょっとしたら帰ってくるかなって思います。そういう時もあり、そうだね、私、あの、私15時16時ぐらいのスペイビエの人だったので、そう、あの、そうなの、結構待たないと、最後の子が終わるまで待たないといけなかったんですけど、そう、ちょっと早く、タイミングがよくって帰ってこれたので、まあでも今日のスペイビエのメンバー見たら、まあアイビアはあの人かなって多分みんな思うと思います。私はね、ちなみにね、知ってるよ。あの、お部屋のカードキーもらうときに、そう、2人分メンバー、あの、メンバーって言っちゃうけど、そう、メンバーの名前が書いてあったから、もう一人のアイビアが誰なのか、わかりますけど。まあ、メンバーであり、友達であり、ライバルであり、ライバル、じゃあちょっとライバルにしよう、ちょっと、はい、ライバルが帰ってきます、そろそろ。ライバル、なんて言ったらね、メンバー以外のさ、他になんか言い回しある、なんだろう人、うん、なんて言ったらいいんだろう、
他になんかあります？あ、同僚、あ、確かに同僚だ、同僚、同期、同期、同期、いや同僚だな、同僚が、そう、今日同僚と相部屋なんですよ。あ、親友、いいね、戦友、あ、いいね、シチューの方、確かにシチューの人今日シチューの人と相部屋なんですよ。いいね、こう普段シチューの人と相部屋じゃないみたい、なんかシチューじゃない人と相部屋みたいな、面白い、同僚、ビジネス感ねあ、アイドル、そう、今日アイドルと同部屋で、そうなの、もう少ししたら帰ってくるんですけど、ビジネスパートナー、ビジネス仲良し今日ビジネス仲良しさんとなんかこれ違うな、なんか、なんだろうな、あのアイドル、今日あのアイドルと相部屋で、あの誰だよ、ただいまおかえり、ただいま、ただいま戻りました。携帯が 20% お知らせされました、携帯に。もうそろそろ、ちょっとアイドルが帰ってくる前に私配信終えないとかもしれない、もう携帯の寿命が、あ、でもこっちは 8% まで回復しました。こちらはよかったです、 8% まで。え、どう、それでどう、皆さん思いつきました？そういえば思いつきました？ツイートの文章を、え、このさ、久野智美さんから受け取らせていただいたバトンをさ、久野智美さんからのバトンをはどう？久野智美さんからのバトンを、いい？これはいい、ここは久野智美さんからのバトンをしっかりと握りしめ、バトンじゃなくてタブレットがいいよ。ああ、うん。面白い。面白い。面白い。そういう、そういう。本当ですね、タブレットがいいかも。タブレットって、じゃあはい、コメント、ここのコメントって何文字までできるんだっけ。はい、じゃあちょっとタブレットとはを、瀬戸田さん、この文字数制限で説明してみてください。タブレットとは、タブレット交換、あ、でもそっか、へえ。もう3路線のみが使い続けている、あ、そうなんだ、へえ。あ、30文字なの、
スマホの大きいやつ、まあ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 。あ、50文字。あ、タブレットで検索したら、なんかスマホと本またはタブレット端末、鉄道業界ではタブレット端末の導入が進んでいる。だってそっちのタブレットも出てきちゃった。ははあ、タブレット液晶ないし情報管理する。しかし実際には金属の丸い板だったタブレットという、なんて言ったらいいんだろうな、タブレットは金属状の円盤で中央に穴が開いている。これを 何に使うかといえば、列車の正面衝突を防ぐための安全装置であった。単線の、あ、リック出てる。え、どう思う？タブレット、え、それ全部違うよ。自分のツイート、自分のツイートの画面しか見てないです。ごめんなさい。あんまりエゴサは、あんまり、あ、そして私があれって言ってたやつが解禁されてる。ねえ。はい。私があれが、今週あれがあれって言ってたやつ。公式ツイッターで。公式ツイッターで発表されました。STU48 のチリメンパーティー、3月18日岡田奈々ちゃん出演決定。いろんな話聞いちゃいます。皆さんからメッセージも大募集ということで、締め切りは14日まで、月曜日までです。そして今回の番組卒業見届け人はみちゅゆみりんです。はい、奈々ちゃんが3月18日のチリパに出演します。そしてその見届け人として私とみちも、参加させていただきます。お便りは3月14日までとなっております。ぜひぜひぜひチェックよろしくお願いします。これが私が今週あれがあれって言ってたあれなんです。あ、本当、なあちゃん出るのは4日前に発表されてた。そしてその卒業見届け人っていうのが4分前に解禁されました。イエーイ、やった。そう、私もね、その自分が知ってても、あの、そうなの、こう自分から発表できないことが多くって、でも発表してくださったのでようやく皆さんに言えます。ラジオとか全然送ったことないけど、ぜひぜひ。そう、そして、そう、私チリパク結構久しぶりだ。嬉しいな、嬉しいな。でもタブレットあれだな、なんか知らない人が、鉄道知らない人が見ると、なんか、え、何、スマホのタブレットみたいな感じになっちゃうと、ちょっとなんか、もちろんがっつり鉄、もちろんめっちゃ鉄分濃いラジオなんですけど、この鉄音は、もちろん鉄道知らない方にも聞いていただきたいので、まあ、あの、バッタ MC 三両編成とかぐらいにしといて、あの、ちょっと途中置いていくことがあるかもしれないけど、一般知らないか、鉄道あまり知らない方でも聞いてくださいっていう感じに、今回はバトンで
行こうと思います。ありがとうございます。いっぱい教えてくださった鉄オタさん、鉄オタさんありがとう。で、鉄夫とのってさ、公式ツイッターなかったんだ。ラジルちゃんがさ、いつもツイートしてたよね。めっちゃラジスちゃんがツイートしてるイメージ。あ、私久野さんフォローしてなかった。失礼しました。フォローした。ラジルさんだよね。じゃああれだね、タグ付けとかしなくてもいいかな。それでは、はい、皆さん私ツイートしたいと思うんですけど、どうですか。最終確認。はい、ちょっとチェックするやつだから腰は気をつけたい。そう、ちょっとチェック。 NHK ラジオ鉄旅音旅、出発進行音で楽しむ鉄道旅、4月9日から新 MC を務めさせていただきます。久野友美さんからのバトンをしっかりと握りしめ、野月貴博さん、土屋デオさんとの新しい MC3 両編成を全力で頑張ります。皆さんぜひお聞きください。お名前の誤字は公式 STU 公式の文章を一回コピーペーしてるので、漢字は間違えてないはずですST 公式ホームページをオマージュしてるので、一回この文章全部コピーしてるので漢字の間違いはないはずです。写真はですね、一応鉄道関連のやつを4枚つけました。お、アイドルが帰ってくるかな。アイドル帰ってきたかな。公式が間違えて、確かに公式が間違えてたらあれかも。なんかアイドル帰ってきたかも。アイドル
それではツイートしたいと思います。めっちゃドキドキしてる、私めっちゃドキドキしてる。そう、あ、カードにもう一個あるよ。これも持ってとく。あ、持ってとく。はい、ありがとう。これ、もうよかったら、どうぞ。多分そこの、その、はい、そこのお店のやつだと思う。見てくるわ。見てらっしゃい。はい。うん、なさそう。あ、あ、あった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 。え？あった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 。あ、しかもこれ全部使えるやつじゃん。やった、やった。ハッキー、ありがとう。時間でよかった。よかった、よかった。え、どうしたの？あった、あった。イエーイ。イエーイ。じゃあ配信しよう。配信する？ここ使う？配信しよう。配信する？今配信してる？あ、今配信してる。恥ずかしいんだけど。やだ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 。やってるじゃん。私入ってくる。配信してるよ。配信してるよって。携帯持ってたから。配信してるよって言ったよ。携帯1個あったから止めてると思う。配信してここにいるよ。これが無理じゃ届かない。届かん届かん。届かん、届かんね、うん。そうなの。延長コードがありそう。いや、なかった。だから私今もうね、もうもう命が終わるから、ちょっとそろそろ終わる。そう。ちょっとツイートしてから終わります。私これ配信しよう。配信する？ここ使う？もう終わりよ。私そこじゃきできんの。同じことじゃき。え、なんかね、こことあとね、そのベッドのとこ角、そう、いや、なんかそうしかなかった。ね、すごいスポってハマった。すごい大阪を感じるホテルだね。え、あー、そこね、確かに。ここになんかスポット、あ、ベタルはいいね。あ、それか、そこ、そこでやったら、そこだったら多分ここよくかかってできそうじゃない。うん、やっていいの？私初めの時やってた、そこで。あ、いい感じだった。うん、いい感じだったね、やってたよね、持って、手で持って。はい、それではツイートをしたいと思います。配信が、待って、はいはい、やりたい。私もいいねでしょ。あ、いいね。携帯がない、携帯がないね。こうやったの、さっき持っとったよ。さっき持っとったよね。あれ、あれ、充電器あるってなって、ない、あるってなって、なって、あれ、こうやって、え、持っとった携帯。あ、でもそっか、あれ、あれ、連絡してきたけん持っとるか。あれ、いいよ、さっきもついてして。いいの？でもどっちにしろ配信できんくない？どこに置いたんじゃろ？え、どこに置いたの？なんか入った時？入ってないよ。入ったか。これも接着するじゃん。あ、あった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 、見て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 、あれじゃない？うわ、え、あれじゃない？自分？え、これ自分？あ、本当だ、やばい。え、自分だ、怖っ。
そうやってもらってなくなっていくんだもん。それが自分の勘違いの積み重ね。すごい、ありえない、ありえない。うん、それでは、はい、する、はい、はい、では実践したいと思います。いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。お、まだぐるぐるいって、あ、ツイートしました。来た、うん、え、はぁ、あ、うわ34。すごい。え、だってこんかったんだけど。え、スパッてした？あ、す、あの、ね、多分これはミスったな。ミスったね。いいね、ケンタ、ブーフー、ナララブ、クリーミー、ヒーロー、リョウ、ミサダン、シマンチュウ、ありがとうございます。リツイート、ジュンタロウ、マサロン、のりふみ、ごごご、あつれぼ、よっしー、たくのぎ、のりお、りょう、よっくん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、改めて4月からラジオの MC 頑張ります。よろしくお願いします。ぜひ お友達の鉄道が好きな皆さんにも広めてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとう。もう残り 10% しかない。もう残り 10% になってしまいました。でもツイートもしたので、そろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。13位イーさん、ありがとうございます。12位マチュさん、ありがとうございます。11位アランさん、ありがとうございます。10位ミケネコファミリーさん、ありがとうございます。9位エレマチェ元気さん、明日リアルお話会よろしく。ナナさんにお礼を言おう、お願いします。ありがとうございます。あ、変わった。13位ヒロピーさん、ありがとうございます。12位マチさん、ありがとうございます。11位アランさん、ありがとうございます。10位ミキネコファミリーさん、ありがとうございます。9位おいでまして元気さん、ありがとうございます。8位、トリパイタンさん、ありがとうございます。7位クマネパパさん、ありがとうございます。6位ヒーローさん、ありがとうございます。5位シャイニングフィンカーさん、ありがとうございます。4位スランプくんさん、明日のリアルお話かよろしくね、楽しみに、ありがとうございます。3位ハルミンさん、滝の横亀氏、ありがとうございます。2位ソケンさん、ありがとうございます。1位コラさん、おやすみ、おやすみなさい、ありがとうございます。ということで、今日の配信は以上となります。最後までありがとうございました。メールまだ2通しか送ってないので、この後あと5通送りたいと思います。ちょっと余裕があれば七長でもしてるので、ぜひ対戦しましょう。友達です、友達です。友達とアイビアなのって言ったら、みんな、え、なんか友達連れ込んでいいのみたいな感じでそれな、いろんなこと考える。友達、友達です。ユミココア、ユミココア、イエーイ、9時から配信が始まりま